字の航路は田島はじめによる小説。リーマンショックの影響から言われなき解雇となる自動車工場で働く派遣労働者たちを実話を元にしている。その後、続、字の航路、葬儀生活者、字の航路完結編の2作が続編として執筆されている。作者は映画の公開にあたって寄せた文章の中で2008年に 襲った非正規切りの嵐のもとで労働組合を作り立ち上がった人たちや年越し派遣村の生々しい光景を目の当たりにしたことを執筆のきっかけとして述べている実際には和解という結果となった戦いをほぼ同時進行の形で描いている字の航路のタイトルで映画化され2020年3月に公開されている2020年3月14日より 池袋シネマロサにて公開。神山誠二郎の30作品目の監督作品、石黒健が、派遣行員を、その妻を中山忍が演じる。地元である青森の八戸で、リストラにより職を失ったゴミ洋介は、妻の夏美と子供たちを妻の実家に残して、静岡の大手自動車メーカーの工場の派遣社員の千番校として働きながら、仕送りを続けていた。 陽介はベテラン技能者として職場でも信頼され、新人の本社員の育成にも当たり、家族と共に暮らせる日を願い頑張っていた。しかし、リーマンショックに橋を発した非正規労働者の大量首切りにより、職場を追い出されてしまう。陽介は理不尽な解雇に行し仲間と一緒に労働組合に入って立ち上がった。だが、陽介や妻たち、 支援の人々の願いは届かず、会社と裁判所は冷酷だった。そんな折、闘病中の夏美が倒れたという知らせを受け、洋介は郷里へ向かう。ありがとうございます。